浦和県庁舎浦和県は、1869年に、武蔵国内の旧幕府領、旗本領の管轄のために、明治政府によって設置された県。現在の埼玉県の一部、東京都板橋区の全域、北区の岩淵、大地地区、練馬区の一部、豊島区の一部及び、新宿区のごく一部を管轄した。1869年1月28日、武蔵地検事 宮原忠秀の管轄区域をもって大宮県が設置された。県名は県庁を足立郡大宮宿に置く予定だったことによるが、実際には暫定的に東京府曝露町4丁目の旧大館御用屋敷を県庁とした。東京府、にら県、川越藩などとの管轄区域の交換を経て、主に東京の北西郊外を管轄した。 同年9月29日、県庁を足立郡浦和塾に転し、浦和県に改称した。当時浦和塾が県域内で最も人口が多く、賑わいを見せていたのが移転の理由となった。現在も同地に埼玉県庁が所在する。1871年7月14日の廃藩地県を経て、同年11月14日、第一次府県統合により、岩月県及び、 おし県と合併して、埼玉県となった。ここ5万1920個28万530人。なお IQ が存在するため、損数の合計は一致しない。ありがとうございます。